そうそうそう、なんか健康相談、健康相談みたいな。せーの、脱力飛行隊です、です、の大地です。キムです。はい、ということで今日も安定のどこに需要があるかわからないレビュー動画になります。その前にさ、髪型やばくない？髪型はいろいろありました。何があった？ちょっと出家しようかなと思って途中でやめたんですよ。出家を考えてこの髪型になりましたということで、まあ、まあ前置きは置きまして、まあ、さあ前置きは置きまして、今回我々が紹介させていただくものになるんですけど、キムさん、何だと思いますか、うん、ここにあるんですけど、この瓶となんか、なんか健康そうだね、なんか健康そうでしょオリーブオイルに、そう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 、なんか健康そうだね、健康そうでないからそう、今回紹介させていただくのはヘンプシードです。ヘンプシード、ヘンプシード、ヘンプシードってなんだかわかんないでしょう。わかんない、どうせわかんない。ヘンプシードというのは、まあ、これが、まあ、ヘンプシードと関連づいてて、あのヘンプシードから取れた油、まあ、ヘンプオイルなんですけど、これは特に知らんときます。で、今回ちょっと主にこのヘンプシードを紹介するんですけど、これは結局何なんですか？これはもうおなじみですよ。ヘンプと言ったら僕なんで、ヘンプイズ僕、僕イズヘンプ、人生かけて僕はワンオクやんって感じなんですけど、ヘンプシードっていうのはもうその名の通りなんですよ、実は。え、何、シードは種でしょ？そう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 。何の種？ヘンプって朝、朝、じゃあ朝の種。そう、だから大麻の実、朝の実ですよ。あ、朝の実はまあ合法です。まあ合法なんですけど、あの、待って、なんだっけ、あの香辛料のさ、なんて七味、そう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 、七味にも入ってる朝の実、詳しいね、キムさん。まあそこはね、まあね、俺それ前動画で言ったよね、確か言ったっけ、うん、なんかの動画で言った、なんかの動画で言ったんですけど、朝の実のその皮とか剥いて、なんか加熱処理とか多分してこれかしてないのか、これは純度の高いやつですね。で、ヘンプシード何がいいかと言いますと、これは実はスーパーフードと呼ばれているぐらい栄養価が高くて、そうで、今からちょっと具体的にヘンプシードがどんぐらいいいものなのか、ちょっと旧式の iPhone を使って調べたいと思いますのでちょっとキムさん、これを持っててもらっていいですか、カメラに向けて、いい感じに。あ、キムさんの顔も PR しながらで、 PR しながら、はい、ヘンプシード、ヘンプシードのじゃあすごいところですね。まずいきます。これネットで今見てますね。消化に優れた良質なタンパク質が豊富ということですね。タンパク質、まあ、ね、結局種だからね。もう結局種なんで、まあ、結局、まあ、そうだね。トドのつまり、トドのつまり、トドのつまりタンパク質、そう、タンパク質が豊富、大事ですよね。タンパク質、体を作るものですからね。はい、次、ヘンプシードすごいところ、アミノ酸が豊富ということですね。まあ、アミノ酸もまあいいって言いますもんねアミノ酸はいいんですよ。で、次いきます。ヘンプシードのすごいところ、必須脂肪酸オメガ6とオメガ3は最高バランスということで、なんか聞いたことある、 あるでしょ。これね、ヘンププロテインってちょっと内容かぶってるんですけど、まあ、トドのつまり、トドのつまり、まあ、健康に、健康にっていうことですね。どんな味するの？もう味いっちゃいますか？まだあるんですよ。もうちょっと、もうちょっと発表していいですか？長い、長い、長いけど、ちょっといい。長いけど。じゃあ最後一つ一つ。じゃあ最後の一つね。二つ、最後二ついかせて。次のヘンプシード、すごいところ。美容と健康につながる、鉄分、亜鉛、マグネシウムなどの、必須ミネラルも豊富。なんかダブってない、ちょっと。そう、もうヘンププロテインとほぼ丸丸かぶり。もうヘンププロテインでも紹介したいですけど、結局ヘンププロテインも朝飲みからできてるんで、かぶってます、内容は。かなり、すいません。で、次、あと食物繊維、
が多いね。食物繊維が多いので、まあ、トドのつまり、まあ、トドのつまり健康に、健康にってことです。はい、ということで、じゃあ、先ほどから、ぐったぐだや。まあまあまあ、気になってる味の方ですね。味が気になるよ、ね、そう、味をチェケラしていただくために。大体こういうね、健康食ってね、掃除でまずいんだよ。そう、健康食は掃除ってまずいことが多い。掃除でまずいよ。そう で健康に悪い食い物ほどうまいんだよ。そう、不思議ですよね、人間って。ってことで、早速食べてみたいと思います、ね、前置きも入れたところね。じゃあキムさん、どうぞ。じゃあ最初、じゃあ最初いく。いいよ、最初どうぞどうぞ。僕も食ってるんで、常にシード漬けなんで。じゃあちょっとこれぐらい食べてみます。いけんのか。はい、ちょっと、ちょっと私も分けて、いいよ、一緒に食べよう。いきます。はい、せーの。そこに戻すんだ。うん、オッケー。うん、うん、まあ僕は日頃食べてるんですけど、でもこれはうまいね。俺は好き、私は好きです。キムさん、初見のキムさんの感想を聞きたいね。どんな味か。もうこれナッツの味だね。ナッツなんですよね。ナッツだね、まんまナッツの味。味が濃いめのナッツって感じだよね。あの柿ピーに入ってるあれだね、種。そうだけどしっとりしてるよね。なんかカリカリとかパサパサしてる感じ。しっとりした、まあ、結構食べやすいかな、うん、しっとりした味の濃いナッツ、うん、ただなんか水分持って帰る。それはナッツだもん。水分持って帰る、ね、ナッツなんで、そこは許してください。飲み物飲みながら。そうだね、うん、あと僕はよくこれどういう風に食うかっていうと、今みたいにこう直接食ったりもするんだけど、普通に俺は好きだから味が。なんか料理にかけたりしても、これさ、でもさ、あれじゃなきゃ、そのダイエットしてる人とかがさ、食べるには結構いいんだよな。そうだね、いい感じに腹も膨れそう。確かに腹なんか栄養価もあるし、うん、まずくないし、あとまあそんなに炭水化物ないでしょ。はい、だろうね。うん、なんかどんぐらい入ってるか、うん、まあ待って待って、炭水化物 100g あたり 5.0g。 ダイエット女子これいいんじゃないですか。危険。ダイエット女子これ、エンプシールちょっとキムさん見せちゃってよ。ダイエット女子に向けてキムさんの顔を見えましたから見せちゃってよ。でもね、これね、あの炭水化物は少ないんだけど、まあ脂質がね52。でもそれもあれ、まあ良質だけどね。そう、良質だ、良質だから、そんなに別に関係ないけど、必須なんで、必須なんですよ、うん、女性の皆さん必須なんですよ、脂肪も。まあ脂質があるから結構腹持ちいいんじゃない。うんね、腹持ちいい。普通にナッツ系で、足はナッツで食いやすいと思うので、ぜひ健康に気使ってる人とか、うん、ね、ダイエットしたい人とか、ダイエットしたい人とか、栄養が普段足りてない、偏っちゃってる人にはぜひおすすめの品ですね、ヘンプシードは。まあ自分たちもね、自分たちも、自分たちもヘンプシードで生きていくんで、これから。最近外食とかしかしてないでしょ。だからそういう人にヘンプシードは寄り添っていくんで、うん、ということで、じゃあこれで、これで、これにて、これにてヘンプシードのレビュー動画を終わりにします。ご視聴ありがとうございました。レイ、長くない？If you favor this movie, please let us there. 脱力飛行隊 featuring MC Monster. Thank you. See you later.